このチャンネルは W201903 でございます。チャンネル登録してお待ちください。説明欄に関連ビデオなどの URL がありますのでご覧ください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コンピューターグラフィックスの Google Earth Studio で上空から撮影した世界初のネイティブ 4K 解像度360度パノラマ空撮です。コンピューターグラフィックスですが、現実の映像と同じ再現性なので、現実の世界でヘリコプターを飛行して撮影した映像と同じです。 Google Earth Studio のデフォルトの色の再現性は悪いので、カラーグレーディングで修正しています。 Google Earth Studio の仕様で色が汚すぎて、カラーグレーディングを行ってもあまり改善しないエリアがあります。この映像は数年前の現実の世界のグラフィックスです。 Google Earth のグラフィックデータが古く、現実の世界とラグがあるためです。 Google Earth の仕様です。ですので、ここは現在高層ビルが建ってるのに映像にはビルがないなどのケースが多々あると思いますが、以上を考慮して数年前のデータであることをご理解の上ご覧ください。またここは現在高層ビルが建ってるのに映像にはビルがないなどのご指摘はコメント欄にてコメントしてください。
このチャンネルは W201903 です。チャンネル登録してお待ちください。今回はここまでです。次回はこの続きです。このビデオは次のパートへ続きます。説明欄にパート1の URL と関連リンクがありますのでご覧ください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。また見てね。バイバイ。